イクオリンセレンテラジンイクオリンは1962年、下村治とフランク・エイチ・ジョンソンらによって、オアンクランゲ・イッカリー・ビクトリアから発見、抽出、生成された発酵タンパク質。なお、日本語表記としてイクオリンも用いられるが、下村はイクオリンが正しいとコメントしている。イクオリンはクラゲの発酵細胞内でカルシウムの濃度を感知して発酵する。 当時はカルシウム濃度をタンパク質が感受し発酵するという発想があまりに斬新だったためイクオリンの発見は驚くべき反響を持って迎えられた。またその発酵原理は充電したバッテリーにも例えられる。イクオリンはセレンテラジンという物質を核に持ち高カルシウム濃度ではセレンテラジンのカルシウムイオン結合をモチーフにカルシウムイオンが 結合してセレンテラマイドへと分子構造が変化し、この時発酵する。ただし、カルシウム存在下でのイクオリンの発酵は単体では青色であるにもかかわらず、オアンクラゲは緑色に発酵する。これはオアンクラゲの細胞内でイクオリンが別のタンパク質 GFP と複合体をなしているためで、イクオリンの蛍光エネルギーが GFP に吸収され、 蛍光共鳴エネルギー移動によって緑色にシフトするためである。この発見もイクオリンの発光原理と同様、下村治によってなされたものであり、同時に彼によって GFP も初めて分離、生成されている。下村治によるイクオリンの発見から24年を経て、1985年に井上聡ダグラス・プラッシャーらのグループによって、 イクオリンの遺伝子が同定、クローニングされた。また、イクオリンはカルシウムセンサーであるという理由から、レポーター遺伝子としても様々な生物学の研究に応用されている。イクオリンの発行機構、ありがとうございます。